コキトとシミツは日本のアーティスト、俳優、シアターワークの実践家。センターオブディスタントシアター代表。福岡県北九州市小倉出身。イギリスノーザンブリア大学演劇、パフォーマンス化終了。帰国後、東京ブルーウィープスの歌い手として音楽活動を開始。同時期に若松浩二監督映画、実録。 連合赤軍サ間山荘への童貞に出演する。2011年3月、ファーストアルバム、インコネシャンズに収録のレユニオンが iTunes の特集に選出され、1週間で4万7000ダウンロードを記録。世界の声なき声を番組や表現を通して浮かび上がらせるという一貫したテーマのもとに作品を発表している。2017年、 長崎の被爆2世の葛藤を描いた NHK、アントキで主演。母親を加藤時子、父親を田中明が演じている。2018年公開のセセ高久監督映画、菊クトギロチンでは、大正時代の思想家、大杉久氏を演じている。著書や番組や雑誌やイベントにおいて、たびたび作家や文化人等と対談を行っており、 独自の視点からの洞察力とその語り口に定評がある。平和教育の普及を目的としたシアターフォーピースアンドコンフリクトレゾリューション代表として、平和学、紛争解決学、コミュニケーション研究、身体心理学などの分野においてシアターフォーピースアンドコンフリクトレゾリューションというボディーワークや演劇的手法を用いたワークショップ型の授業を行うほか、 芸術療法としてのシアターワークを施している。講義歴に国連、早稲田大学、慶應義塾大学、東京大学、スタンフォード大学、上智大学、埼玉大学、関西大学、キャンパスアジアがあり、教育者としてグローバルに活躍している。国連 SDGs の誰一人取り残さない、No one will be left behind という理念への賛同を表明し、 戦争体験者、被爆者、中国、サハリン残留日本人等の戦争の記憶の伝承を目的とした戦後世代の語り部育成事業にも取り組んでいる。古希としみつ越境する身体から Spotify。ありがとうございます。